私が述べたいのはグレタさんは子供だからねダメとか学校をサボってるからダメということではないんですねもちろん学校行くべきですし早く学校に戻った方がいいんじゃないかなと老婆しながら思ってるわけですけど別にね私が問題にしているのはグレタさんが言ってることは学問的に間違ってるということなんですねグレタさんは勉強してないから 論争ができないんですよだからいろんな批判されてももちろんねグレタさんをね小僧が何言ってんだとかね子供がね大人ぶってんじゃねえとかそれこそ学校行かないやつが何がわかるんだみたいなそういうその論とは別のところでグレタさん攻撃って結構あるわけですよね親がやばいとか私はそれに同調する気ないんですもちろんね親もやばいし 目もいっちゃってるし学校をただサボってるだけでただの不良症状のようにしか見えないんですよ。って思うんですけどもみんなと一緒にそれ言ったってしょうがないんですね私が言いたいのはそういうことではなくてグレタさんの活動がすでに間違っているしグレタさんが言ってることも学問的に間違ってるんですよね。 なんか間違ったことを世界の子どもたちに伝えないでほしいんですウ、えー、レタさんもねちゃんと勉強すれば自分の言ってたことが間違いであるということに気づくと思うんですよほどのアホでない限りねただ彼女は勉強してないから大人から「あこれ家」と言われたら言うスピーチ原稿も大人に書いてもらう 要するに自分が勉強した結果なるほどこうなんだと思ったわけではなくてお父さんだかお母さんだかが活動家なんですよねその親のすぐ近くにもそういう活動家の仲間がいてそういう人たちがこのお嬢ちゃんに喋らせたらちょっとなんか目立つよねみたいな感じで大人が言いたいことをまだ右も左もわからないろくに学校も行ってない少女に言わせてるパフォーマンスなんですよね。だかかからななんか論理的な質問とか 論理的な反論が来ても言い返せないんですよねしょうがないからグレタさんは子供だからバカにしてとかそういうことを言うわけですよ科学の力を信じろみたいなね。だから論争してるとこ見たことないでしょ論理的なね言葉のやり取りしてるとこ見たことないでしょ勉強してないから議論できないんだよまたね子供をバカにするような 批判が多いのもまた事実なんですけどもそれをすればするほどグレタさん自身はすり替えができちゃうんですよみんな子供だから私をバカにしてるでしょうというふうに言わせちゃいますよねだから私はあの子は子はは供だだからダメだななんんてことを言うつもりはないんです私は彼女が大人だろうが子供だろうが男だろうが女だろうがどこの国籍だろうが間違ってるのも間違ってるっていうだけですから。 武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。